やるとするか。やるするか。さあ攻略してるぞ、この魔王城。なんだこれは。魔王城が変わっちまった。いつの間にこんな。俺たちの知ってる魔王城じゃないようだ。気を引き締めていこう。さあ行くぞ。これなんかすげえなんかかっこいい曲流れてくる。もう行くぞみたいな。やってやるぜ的なそういうのが曲を流れてくる。あれちょっといろいろなんかまあ、ちょっと一新したわ。ちょっといろいろアイテム買ったっていうのと、まあ、バーって買いまくって、で、なおかつ、まあ、まあ、ちょっといろいろ書いてみたわ。ウォーターブレイズさんだ。まあ、エレメント系なんだかんだ強かったから、なんだかんだ強かったから、まあ、それでまあ、行ってみてもいいんじゃないかいって言われたよ、それ。そういう系、そういう系ですね。読みの杖でもな、119。なんかアイテム一つ使うとなんかあれなんだ。あ、でもアイテム使うとね、あ、やるか。え、戦闘場使えんの？じゃあやってみるか、ちょっと。あんの？あ、いきなりなんかとんでもない出力すぎだろ。いん？ちょっと。まあ、一応あるんだ。これどうやるのこれ。ちょっと使ってみようぜ。もう全部遠くにあるんだ。遠すぎじゃねえってなんか。じゃあ、読みの杖。やってみるぞ。で、これダメだったら、まあ、そこにいるから。もうそこにいるから。まあ、こんなにでかいやつが出てくるなんて思わなかったな、それ。うれぇ！やめだな。やめて。あ、でも意外とあれだな。効果なかった。効果なかった。効果ないってことは、まあ、もし使えんじゃねえかってあれだな。そういうことか。まあ、使える可能性もあるってことやな。そういうあれだな。さあ、もう気づくそういう大量には来たからな。もうこんなさ、もうこんだけ、もうな、悲しいよな。もうなんか、3人だよ、3人。信じられるか。お！お前は、生きていたのか？いや、でもこれ、あれでしょ。もうあれだな。どうしたんだよ、ゴールド。やめてくれ。すっかりおとなしくなっちまって。倒す。え？倒してやる！てめえを倒すんだ。ゴールド、俺ではダイナだぞ。わからないのか？ここだけいるとレインの時と同じ。ゴールドまで。ダメだ、ダイナ。こうなってしまったから何もどうにもならない。戦うのか、ゴールドと。死ねえ！ジェン、俺はなんだかよくわからねえ。これだ、俺に任せ先に行くんだ。やめて。何やってんの。大丈夫、大丈夫じゃねえよ。あ、いや、これやばいかもしんねえ。ホルド、しっかりしろ。あ、やばい。これダイナ死ぬかもしんねえ。やめて。邪魔しやがって。ダメなんだって。なんでさ、ジェンも置いていくの。いつまでひっついてんの、離れやがれ。ホルド、お前一人じゃ寂しいだろ。俺と死なないで行こうぜ。大丈夫じゃねえよ。オーラしながら戻ってくれさ。まずは何なんだ。もうダメ、ちょっと、もう何してんのお前たちは。ちょっとさ、いや戻、いやもう戻ってはもうどうしようもねえんだ。何を、どうせやめること。はい。はい。もういきなりマジやってくれたよ。な、何これ。あ？なんか見えない床的な、なんかもうすげえなんかもうさ。あ、そういうあれ？敵出てくるんじゃないですか。もう一生敵、もう誰も出てくる。もうなんかもう完全にもう戦う気がしたから、俺もう完全に。なんたること。ひどくない？え、ダイナ！え、ダイナ一瞬で終わったぞ、しかも。ギルもいねえ。レインもいねえ。ダイナもいない。どういうこと？え、マジどういうことこれ。え？なんかもう、なんかすげえ曲だけテンション高いんだよ。曲だけ異常にテンション高い。なんか俺も一気にテンション一気に下がって、もうすでにもうなんかもう極限のあれだよね。どうすんのこれ。何このなんかドゥルルルルみたいな。そう、もうそういうあれじゃねえよ。ふざけやがった。ふざけやがったんすね。ブラッドレスって知るかも。
おー、あのダイナの。ダイナにどれだけ俺たち伝説の指輪、もう伝説の指輪。もう伝説だよ。ヘラクレスベルトが200じゃん。もうヘラクレスベルトの動画でもヘラクレスベルトで。あー、なんか押し切りっていうか、なんか戻れねえんだよな、もう。何これ。はあ、ははあ、押して、あれ、あそこから来たんだっけ。いや、来てないわ。ちょっと、どうやって来たの。いや、これ死ぬんじゃねえとか、ジュディも死ぬんじゃねえとしたら。でも多分死ぬよね、これね。この流れでいったらな。逆にも。逆にそうなるでしょ。こう戻って。あれこれさっき来たっけ。これなんかさ、もうさ、もうなんかドラッグオンドラゴン的ななんかあれなんじゃん。なんかもうさ、まあ、あそこ、あそこまでちょっとやばいのもあれだけど、なんつうか、でも結構これもうバッドエンドなんじゃないかっていうのがもう。いや、これもうバッドエンドだろ、多分。もうそんな予感しかしないんだけど。いや、多分そうなんじゃないの。なんかもうさ、だってもうなんかもう救いがないでしょ、だってもう。もうどうしようもねえだろ。なんか一回戻る的なあれかな。なんかスイッチさっき3つあったよね。はい。順番とかは順番関係ねえか。あー、なるほどね。その、変わるのか。その、ワープするんだな。何このさ、ほんと、ノリノリなんだけど、マジで。ん？あー、そういうことか。なるほど。いけねえんだ。もう曲はノリノリなんだよ。やたらプラチナドラゴン、プラチナ推しだよな。この2人でどうしろって話だよな。この2人。いや、マジこれ、ジュディ育ってなかったらもう終わってた。いろいろなんかもうやばかったよな。しかも俺さ、俺ダイナのためにさ、ダイナ用にさ、ダイナ用にちゃんと用意してたんだよ、俺。あら、なんつうの、ま、てか魔法、あれ変えたっけ、なんか魔法変えた気がするんだけど、ね、まあ変えた気がするんだけど、もう変えたんだ、とりあえず。変えたけどなんかあれだったんだ。はい。なんか全部まあ、なんか言ったな、一言おじさん、なんかヒントおじさんみたいな、なんかさ、ヒントじいさんみたいなのいたな。なんかおせえみたいな、その三つの女神みたいなの言ったな気がするな。だそれに認められればなんか新しい道が開けるみたいな、そういうことだったんだけどな。それがまあヒントだったな。俺さ、前回なんかあらゆるところを旅してながら、なんだかんだまあそのダイナのなんか装備とかなんかその、もう手に入れたんだけどなさ。これなんか二つありそうじゃないの。うわあ、もうそういう系がこういうのが騙し絵っつうか、こういうのが、クロノクロスだな。完全クロノクロスだな。もう飛び降りないのか、これ。飛び降りても全く必要ねえだろ。これどうやっていくの。ああ、そうやっていくのね。こうやっていくのか。で、いやそんなにいっぱいあるの、スイッチが。またすげえんできたんだけど。もうなんか凄まじいのができてるんだけど。もうどうすればいいんだろう、俺もうどうやってなんか向き合っていけばいいの。はい。あ、もしかして、前のさ、俺が、1、なんかなんつうの、この、ワープするところがなんか1だとして、なんつうの、さっきまその1みたいな、その1、その2みたいな。だとしたら、もしかしたらあれじゃないか、なんか、1ステージにつきなんか1個ぐらい、2個ぐらいあるんじゃないか、その、スイッチみたいな。って考えると、もしかしたら、俺は押し忘れか？戻ってきたぞ。戻ってきたぞ。で、これで、まあ、とりあえず、まあ、一応1個だけ行ってみるわ。このなんかわけならんと。伝説の盾。お、ズーム、でも意外と上がるな。なんかもうちょっとさ、俺でもどうすればいいの、本当こうなんか、このなんかもう下がりに下がったテンションどうすればいいの。お、これあれか。おー、メデューサなんかそういうなんかあれか、なんか恐ろしい、またなんか、出てきやがったな、このなんか。でか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 。なんか懐かしいよね、なんか掛け合いっつうのが。でもなんかさ、人ってさ、なんかさ、なんか、なんつうの、人っていつ死ぬかわかんないね、結局のところは。だから、なんつうのか、なんだかんだ、なんか、その、例えば、その、小学校行ってみたいな、その、レールみたいな、その、なんか、小中高行きまして、で、大学、まあ、行く人は行ってみたいな、なんかさ。で、行って、まあ、なんだかんだ、まあ、なんつうの、まあ、なんか、就職して、結婚して、みたいな。で、それで、まあ、なんか、老後っていうか、その、なんか、とりあえず死ぬまでなんか行くのかな、みたいな、そういうさ、ある意味、その、レールっつうのかな、なんか、そう、なんかそうやってなんか生きると思ってる人多いんじゃん。多分俺もそうだと思うんだけど、なんかさ。だなんだかのこの、なんかこの日常っつうのかな。日常っつうのがこういうのがなんかずーっとなんかまあ、なんかもうどこまで続いていくんだろうな、みたいな。多分そういう、なんつうんだろうな。あるかもなんかそういうふうに考えがちかもしれんけど、結局なんか、
なんだろうな。だまあ、いつ死ぬか分かんないけど、結局な。明日死ぬかもしんないんだよ、もしかしたら。らいきなりもう車にひかれてなんか死ぬかもしんないって、まあ、それは、まあ、あり得るんだよ、それね。ね、これどうすればいいんだろう。あれ？あ、どうすればいいの、これ。あ、これ戻る方だね、これ。戻る方で？おー、はいはい、はい、あ、新しいとこか、これが。これが新しいとこだよね。ああ、そういうことなんだよな。だからなんかほんと、いつ終わるかわかんねえんだよ。急にだからあんな、なんかギルとかあんな感じでなんかさ、もうずっと一緒にいる、なんか最後までなんかいるもんなんだなとか、なんかなんだかんだそのなんつうの、おぼろげながらなんか思っていても急になんかそれがパッて消える可能性もあるんですか。それがだから、だからなんかもう、だそれがちょっと恐ろしいあれだね。守りの実。何これ、これ玉座かこれ。玉座って階段かこれ。ん、どこから来た、ここから来たんっけ。こう来て、こう来て、こうか。だよく言うけど、その一日一日を大切にしなさい、しなさいってよく言うけどなんかね。おー。またそれ系か。なんなのこれ言って。ん？ほう。え？あ、これ外。外か。ちょっと待ってくださいよ。こっち側は？だ、まあよく言うんですよね。だからよく言う、まあ、親孝行しなさいとか言うじゃん。それなんつうの。もうなんかそれこそなんかもう、死んでしまったら親孝行すらできないじゃん。やろうと思ってもだってもう一緒だってできないじゃん。だってもうあなたが生きてる限りなんつうの。もう生きてるその、時間軸っていうのかな。だからもう一生もう、やろうと思ってももう一生できないっていう、なんかそういう。だからそれは恐ろしいよね。なんか友達になんかさ、お世話になったからなんか恩返ししましょうみたいな。で、その友達がなんかいねえみたいな。だから恐ろしいんだよね。なんつうの、慣れっつうの、その当たり前みたいな、それが恐ろしいんだよ。なんかいろいろなんかあれだな、なんかいろいろ気づかせるっつうの。恐ろしい話だな。で、俺どこ行けばいいの？あいつ誰だ？ん？誰だ？何者だ？どこから行けばいいの？こっちか。あー、なんかお宝ルート的な、ちょっととりあえずお宝ルート欲しいんだけど。でもここにも飲めんねん。誰あなたは。そうだ。魔界の都市、あー、なんか、いたっけこのやつ。あんたのベーザの言いなりか。哀れなもんだな。黙る調子乗るね。誰で？もう記憶いねえな。なんか俺が記憶になるのはあのドラゴンってしかもさ、二人って。二人ってどういうことだ。勘弁してくれ。倒せんだらなんだかんだよ。おお、でもなんか強くなってんな。74。なんか敵がなんかあれだね。まあ弱くなってんな。まあでも逆にまあこれ倒しやすいかもしれない。逆に考えたら。まあいつがそうなんですよ。あれ使ってこない限り。なんか、キュアハイとかなんかわけながら使ってこない限り。ああ、でもこれあれいるよな、きっとな。って考えたらあいつもいるはずなんだよ。この流れでいくと。あの魔界闘士みたいなのあれもいるはずなんだよ。倒れてしまえ。いや、なんだかんだあれだな、サクセシブが一番強かった。サクセシブが一番強かった。もう、ダークキングだもん、これは間違いない。もう、それは間違いない。他の穴がこれ、もう何だったのかっていうのも、そういうあれだよ。間違いない。大丈夫か。ういなんか久しぶりに使ったのか。クリティカルアタック全然あれだもんね、なんかもうあれだもん。ジェーンがなんかすげえ強くなってんだよ。危ねえ。で、ここでこうで使っとくか。ほいほい。おー、なんかクリティカル来るって言うな。ってことは多分あのドラゴンも来るよな、きっとな。おー、いいぞ。ちょ、ジュリもレベル上がってくれ。で、ついにちょっと回復してくれれば嬉しかったんだがな、そう思う。で、お金もらってもらっても買い物できないでしょ、だっても。何も言わないんだ。何も言わないまま終わってしまった。これはあれなんじゃないの、これ先に進む方でね、これね。あ、ちょっと待って。一回、暖かい光の道あふれ、はるか、ここの彼だから、神々しい声が聞こえるか、神々しいか。おーっとぜ。ありがとう。一回戻ろう。あ、じゃあここであれか。まあ、ここほんま、てかあれだな。一回じゃあ戻って、どうなんだろう。こうで。いけねえじゃねえか。宝はあれだな、ちょっとちゃんとあれだな、ここ取りてるの、ちょっと。どこだ？もうどこ行ったか記憶にある。
あれ、こっちは。あれのさっきの先ほどなんか変な人いたでしょ。あれがあれだったわね。なるほど。それがそれが。これは何だい？伝説の靴。急になんか伝説が来始めた。持ってるし。そう、おまんが。伝説の靴は、まあそうだね。まあ靴はそうだね。二つあって当然だ。確かにそれはそうだ。当たり前のことに気づく。おい。なんかパッとしねえんだよな。せめてあれだよな。宝なんか開けた病床しようよ、ちょっとな。そしたらなんか開けましたってわかんない。ゴールド。なんかさ、なんつうの、左右対称っつうのが、なんか、こいつは今なんか左にクイーンみたいな感じだけど、なんかさっきのなんかプラチナドラゴンだけど、なんかあいつはなんかあれなんだよ。右側にクイーンみたいな感じなんだ。マギアがね、ほんと。さあ、誰かいいんじゃねえか、これ。もう多分もうフルコースで来るでしょ、きっと。もう絶対フルコースで来ると思うな。あ、これなんだ。おー、またそれ系？またそれ系か。一回戻るのかな、これな。また戻って、みたいな。その可能性はある。まあ、回復薬ばっかりだな。もう今更回復薬って感じも好きよね。これな、異常に やたらなんかこのラスランらしき、ここだけやたら異常にテンション高いんだよ。どういうことなんだろうな。あ？これ多分、でも一回なんか戻る感じな気がするんだよね。笑ってやる。ゴールドドラゴンは。ゴールドドラゴン二度笑う。これはどっから行きゃいいんだ。なんか道がなんか随分広いな。結構する。あ、これ下に行けんじゃん。さらに下に行ける？何これ？でも一回なんか戻る気合いで嬉しいんだけどな。一回戻るってそういうあれだったし、あれだったし、ちょっとさすがに。ちょっと待って。こうか。なんかないのかな？あ？ない？道ないよね。落ちる系か？あれ？あいつがいる。なんか俺すごく悲しいんだけど。なんかさ、なんかなんつうのかな、なんかあんだけなんかもう大々的になんか紹介してなんかどうやってなんかなんつうのかな、なんか我々に絡んでくんのかなみたいな、その今後のそのなんかストーリー的にどうやって絡んでくんのかなって思ったら、あやつなんつうの、結局なんかもうなんかもう操り人形みたいな感じでさ、だそれは俺すげえ悲しいんだよ。これなんかあるんじゃないですか、なんかいけそうじゃない、いけねえか、これ非常に悲しいわね。これはなんかすげえなんかもうすごいじゃん。これギルもさ、ギルもなんかもうベジータ的なポジションっつうか、なんだろうな。なんだかんだまあ敵対して、なんかもうライバル的な存在なんか何かしらなんかあんのかなと思ったけど。でも結局なんかあれだからな、最後のときジェンすまねえみたいな。ジェンすまねえみたいな感じでなんか謝ってきたからなんかさ。だからもうなんかもう信頼関係っつうか、なんだろう、出来上がってるっつうか。だからそれがなんかすごい。まあそれはいいあれだったんだけど、ね、なんだろうな。敵っつうか、なんかあれはなんかもうちょっと欲しかったけどな、その中で。あれだって視点のだもんな。こうか。ここまで来たんだからなんかよこせよ。さあ、頼みますよ。伝説のカブとか。覇王のバンダルって何だったの、結局。さあ、来たぞ。ベルトアイスだ。なんかこいつはなんかちょっとあれだったんだよ。俺結構こいつも気に入ったんだよ。今度あんたの番か。ご挨拶だな、ジェンドールだ。あんたはベーザーを嫌っていたんじゃないのか。ベーザーが魔王になった以上、そんなことは関係ない。所詮あんたはその程度なんだよ。など。なんか操られてんのかな、なんかそれともなんかあれか、いや、でも、かっけえ。なにこいつ、なんか、ねえ、なんかイベント欲しかったの、この人。個人的なちょっと何かしらの、ね、ちょっとイベント欲しかったけど、結構なんか俺、こいつなんかあらんだよな、なんかいろいろなんかいろいろ、あらたんだけど。俺は悲しいぞ、マジで。とりあえず、気合は掴んじゃねえか。もう一気に終わらせるから。一気に終わらせるからよ、気合は絶対掴んでるぞ。ジェン最強じゃん。ジェンいつからこんなことなんかあれだよな。もうなんかルクスとかなんかもうサクセシブをなんかずっと使ってるからなんかもう。で俺はもうそれがなんだかの強いんだなと思って、そこにあるじゃん。で、みんな使ってくるからって。だからこれを使った方がな、そうやってなんていうの、いい感じなんじゃねえかみたいな。ドゥルッドゥー。結局このなんか普通の殴りのなんかさ、なんていうの、なんか横になんかスライドするみたいな。なんか真ん中を狙っていくみたいな。どういうあれなのって。エレメント使ってないんだよな。じゃあエレメントも使っていくか、ちょっと。まあでもこれはもう、置いた。おさま、おお、さすがだね。でも格が違うね、やっぱな。だってもうさっきの視点の動画、全くだってもう記憶にないんだって、もうこの人はなんか拡張ある感じ。まあ一応拡張っつうかな。まあそういう感じだったからな。さあなんか言ってくれ。せめてなんか言ってくれ。
何も言わねえのか。そういうもんなんだね、きっとな。何これ、あからさまに怪しい、あからさまに怪しいの。これは分かりにくいな。上に行けねえのか。右側ってちょ、これ結構 広そうな感じがするね。デュースの剣に行くのはシングレックスが強いのか。暗黒か。なるほど。あ、ちょっと待って。もしかして装備的にじゃねえか。181が181の、あ、もうそれでよくない？暗黒からの、もうそれでいいんじゃない。まあ、伝説の盾で行くっていうのも手もありなんだよな。読みの杖行くという、それもありかもしれない。まあ、いいや、とりあえずいいや。存分に使ってくれ。あれ、どこから来たっけ？こっちか。ん？こうで、こうで。こうで、このなんか下から行くみたいな。下から、まあ、とりあえず適当に行くわ。適当に行って、まあ、それらしいところに来たらもあれだな。一回ちょっと引っかけてくれ。ちょっとここはちゃんと探索していくわ、ちょっと。ちゃんと探索してこい。なんか怪しくね、これ。なんか怖いんだけど、なんでこれだけなんか違うの？どうなの？怪しいよな。なんか怪しすぎるな。お、しかもこの地形のなんかこのさ、地形のこの謎の感じよ。お、こんなんあれじゃねえか、ジュリーっぽくね。ルナ？ほうほう。いけ、ジュリーもいけそうじゃね？いけないか。偏ってるな、だいぶな。なんか装備できればよかったのに。え、でも電子の、あ、電子の鎧はないのか。おー、そういうあれね。さあ、どこだ、これ合ってんのかな。なんか合ってる感じがするんだよな。なんか若干の、いや、てかわけわかんねえ。なんかわけわかんねえんだけど。あれ、戻ってきた、もしかして。戻ってきましたと。もはやわけわかんねえ。じゃあ下から入れてみっか。下から行ったことによって何かしらあるかもしれない。ディリリリリリ。まあでもこの伝説系がまあ来たってことは、まあせいぜいあれだ、まあ伝説の鎧でしょ、多分次来る。多分そういうキャラだと思うんだよ。怪しいな。あ、なんか道があったね。お、あれはなんだ、これは。謎の。これはなんかあれだな、なんかロトの剣的ななんか来る、あるんじゃないですか、これは。こんだけなんかもう、暗黒の剣か。まあ、ジュリー暗黒で、まあ、二の、まあ、まあ、これはこれでありだな。じゃあ、これにすっかり。ディリディリディリディー。で、伝説の剣が手に入ったでしょ？伝説の剣があったよね。さあ、なんか、まあ、一通りなんか手に入った感じですけどな。どうなんだろうな。よくわかんない。なんかあんのか。ここにしかない、とんでもないね。とんでもないアイテムみたいな。何も入ってない。ディリディリディリディー。ちょっと一気に右から頑張っていくから。もうなんか、わけわかんねえな、これな。おー、伝説の鎧、来ましたね。これがどのぐらい強いのかって言われる。154か。まあ、だったらあれか。ああ、そういう感じか。ジェンドールマン、実はあったか。頭のやつとか。あったのかな。伝説の指輪、ああ、まあ上がるね。じゃこれでっかも。まあ、伝説で、まあ、なんか固める。まあいいや。二人で共有していこうも。二人で共有していきましょう。それなんか苦しみもなんかなんか、喜びとかいろんなもの。トゥルトゥル、ここか特攻役。なーに、いけねえのか。なんか、あー、そこだ。しかも、わけわかんないぞ。なんかもういいのか、これ。ん？いけない。際どいところなんかあれでもいけねえんだよ。何もねえのか。もう魔界じゃん、これ。もうなんか、ほんとなんか、サルインとかできそうだな。そんな感じだろ、ね。あいつがまだ来てないんだよ。ちょ、これは、いやいや、もうここに来て、なんかすげえなんかあるんじゃねえか、もう。いや、ちょ、もうどっから来たかわかんなかったんだけど。上の、ここ行ったか。あ、行ったような気もするんだよな。ちょっとわかんねえな。デリリリ、行ってなー。あれ、こいつ。なんでお前がここにいんだ、行って。よ、ここに来れたものだ。ベーザーどこにいる。ベーザー様、この部屋の先におられる。私がいる限り、貴様はベーザー様に会うことはない。この先にベーザーは。はっはっは。新たに魔王軍4号車の一人となった、このニットベルク様の力に供すればいい。ビエーズが魔王になったから繰り越して皇族になったけど。ジュリー。やめてくださいよ、本当にもう。もうやめよう、そういうことすんの。ね。目の前よ。あなたビエーズを助けたんだ。俺、何のために俺はその伝説の中いろいろなんかそうやってなんかさ、二人で頑張っていきましょうみたいな。何をしとるんじゃ。普通に倒せんだろ、こんなやつ。
んなやつ倒せるだろ。ちょっと、おっ、誰誰、あいつか、あいつ、なんとかもらう。おお、ウルハイで、おっ、何しに来た。ビエザ様が勇者のパーティーを戦って命じられていたはずだ。それ勇者どこ行ったんだよ。ビエザの配下になった覚えはない。ジェーンを助けるためにおとなしく言っていただけだ。なんだと。よかった。多分まあジュディはじゃあれが。よかった、マジマジでよかった、助かった。これどうなんだ一体、これどうなんだ一体、マジで。ファインダートネクスタイム、センクトジャンシー。